近見町の王様から国産仏壇納入お喜びの声はがきいただきました。誠にありがとうございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が転職った高喜でございます。2021年11月の11日月曜日、今ちょうど、お、ちょうど6時。 朝動画でございます、はい、ブエーン見てくださいギャンうれしかったはがき場お客様からいただきましたあのこちらですね、えー、近見町の王様に金箔が吹いても剥げない国産仏壇こちらのお仏壇ですね令和の名皇大坂四兄弟様がですね 一つ一つ手間心を込めて作った素晴らしい仏壇ですこれをですね納入のお礼のはがきは手書きでございますちょっと読まさせてもらいます「朝夕はめっきり涼しくなり少し暮らしやすくなりました心に残るお便りをありがとうございました」えー「見事に素晴らしいお仏壇ご縁になって次男親子孫たちも、えー、素敵に過ごせるものと思っています」 え先日26日プラチナコン70回目の結婚記念日を私たちは迎えることができました子供たちが70本のバラの花束を用意して祝ってくれ感謝感謝のみです先祖の皆様に合唱密室になりましたがどうぞお体くれぐれも大切に。 お店のますますのご発展を記念申し上げます。合唱最後、お心遣いありがとうございます。しかし、やっぱ、プラチナコンってすごいっすね。七十回目ですよ。うわー、素晴らしい。いやー、やっぱ、で、二人ともご健康中のがいいですよね。プラチナコン。もう、もう、これ、今度はですね、七十回、八十回、九十回ってですね。 健康に気をつけて頑張りてくださいませ。もう本当にですね、こんな素晴らしいおはがき、もう身に余る光栄です。一応、130通、これこれでちょうど130通目ですね、これだけのお喜びの声、はがきいただいております。あと、封書もですね、見てください。こんなにいただいております。もうありがたい、私の宝物でございます。 えー、こちらですね、すいません、長くなりますけど、はい、えー、南区近見町、王様より、国産物団納入お礼はがき、もう何よりもですね、プラチナコン、70回の記念のご報告はがきでございます。もう嬉しく、素晴らしいかった。もう尊敬申し上げます。素晴らしいです。はい、えー、お子様が70本のバラをですね、 配られたそうでございます70本のバラおめでとうございますって言ってですね70本のバラってどのくらいなんのかなもうこのくらいですよね素晴らしいですもうご先祖様も祝福していらっしゃいますですよ長生きしてくださいはい。ですからはい、えー、新居に国産仏壇を納入あの息子様がですねご新築されてそのお祝いで国産仏壇をですね 納入させていただきましたもうこういうのは一番ありがたいですねはい、えー、3世代同居の幸せ家族でございますで、あのありがたいことに130通目のハガキをいただきましたで、プラチナコン70本のバラをお子様がですね プレゼントされたそうでございますまるで歌のごたんですね本当に素晴らしいと思いますもうこういう素晴らしいお客様にですねお仏壇を納入させていただきですねしかもはがきまでいただきましたこれを励みにですね頑張って参りますので一つ皆様よろしくお願い申し上げますはいでここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運を終わっお祈り申し上げます